山形市山寺にやってきました。ここ山寺にラーメンをお得に食べることができるものがあるというんです。それがこのカプセルトイです。100円玉5枚500円で1回回せるということなんですね。100円、500円、じゃあ回してみます。出てきました。よいしょ。このカプセルに入っているのがこちら、ラーメン手形キーホルダーなんです。この麺愛好家ラーメン手形キーホルダーはシークレット1種類を含む全6種類、山形市の人気ラーメン店5店とその支店などが協力していて、お店にキーホルダーを持って行って提示することで様々なサービスを受けることができるんです。考案したのはラーメンが大好きだという高木さんと矢作さんです。2021年度にラーメン消費量が、山形市が第1位から陥落してしまいました。それを受けてどうしてもやっぱり山形市民として1位を奪還したいという思いを込めまして、自社で何かできないかなということを考えてこちらのキーホルダーを作成させていただきました。総務省の家計調査によると山形市の中華そばの年間支出額は2019年から2021年の平均では全国トップの座を守っていますが、2021年だけで見ると新潟市に次いで2位となってしまいました。飲食店の方が非常に落ち込んでいるって話を当社の方のお客さんのである飲食店の方からも聞いていたので、まあこちらもちょっと有識事態だなと思いまして、どうにかしてこう山形を盛り上げられたらなと。このラーメン手形キーホルダーを実際に使ってみようと高木さんと一緒にお店に行ってみました。こちらは山形市十日町で100年以上前から営業しているという金町本店です。私はラーメンでお願いします。はい、ありがとうございます。冷やしラーメンの方を一つお願いします。はい、ありがとうございます。そして注文時にこのラーメン手形キーホルダーを提示するとサービスが受けられるんですよね。そうなんです。うちの店では普通のラーメンの値段で大盛りに変えられることができるんですよ。中華麺を使っている商品であれば、大盛りになるんですね。はい、そうなんです。わ、嬉しいですね。しかも10月31日までなら何度でもこのサービスを受けられるんです。ではいただきます。わー、美味しそう。やっぱり大盛りすごいですね。おいしい。なんかすごくあっさりした感じなのかなと思っていたら、だしがすごいしっかりしてますね。牛なんですね。すごい見た目すごいさっぱりしてるのに、このやっぱキクラゲがやっぱり他の店とは違うかなと思うんですよね。いただきます。美味しいですね。夏に食べたくなるのはやっぱり冷やしラーメンかなと思います。見たことないですね、他のところでは。スープにつけていただくんですね。うんうん、やっぱりこの食感がすごいアクセントになって非常に美味しいです。もちろんお得に食べられるっていうのも嬉しいんですけども、行ったことがないお店、そしていろんなメニューがあるんだなっていうのを知るのもすごく楽しいですよね。ラーメン好きの方にもラーメン手形キーホルダーについて聞いてみました。ぜひ機会あれば、はい、欲しいなと思います。まあ、やるならば、まあ、5箇所、まあ、コンプリートして食べ巡りですかね、やってみたいなと思います。私はもう週4ぐらいは食べますね。ちょっと知らなかったんですけど、集める収集欲みたいなものを湧き立てて、なんか面白いなというふうに思いますね。また山形市出身の高木さんはコロナ禍が山形のラーメン文化にも影響を及ぼしていると感じているそうです。
山形ではそのラーメンでお客様をもてなすという文化があったので、出前等を取ってお客様をもてなしてたんですね。でそういったところもなんか 見なくなってしまったので、この中で飲食店に足を運ぶ機会もどんどん減ってると思うんです、ラーメン手形キーホルダーで足を運ぶきっかけ的になっていただいて、こう楽しんでラーメンを消費していただければなと思います。このカプセルトイは山形市山寺の遠藤本店のほか、山形市緑町の麺工房堺にも設置されています。またキーホルダーの製造の一部を障害者支援施設に委託し、雇用の拡大にもつながっているということです。